どうもこんにちは、マイクラやってるかい？は？やってない？やれよ。まあええわ。はい、じゃあちょいと前の動画を振り返ろうか。意外と知らないクリーパーの歴史と豆知識にこんなコメントが。クリーパーは音楽を聴くのが趣味。だからクリーパーはレコードを落とすらしい。え、マジで？それどこ情報なの？何気にその情報ものすごい衝撃なんだが。島田、助が芸能界引退した時と同じくらい衝撃だわ。あ、ごめん、関係ないこと話しちゃったわ。今回はね、タイトル通りマイクラの楽しみ方を紹介するぞ。もしマイクラを始めたばかりで、何をしたらいいかわからない人がいたら、この動画を参考にするほかないぜ。そうと決まりゃ早速見ていこうか。ほれどうぞ。今さら聞けないマイクラの楽しみ方。マイクラのモードについて、せっかくだからマイクラのゲームモードについて、軽く紹介しようかな。知っている人は、このまま聞いていけ。マイクラはいろいろなものが立方体のブロックになっていて、様々なものが作れるサンドボックスゲームだぜ。サンドボックス、というジャンルの中では、トップクラスに有名なゲームのはずだな。ゲームの概要はこんなもんよ。でマイクラでは、サバイバルモードとクリエイティブモード。基本的にはこの二つのモードで遊ぶことが多いと思うぜ。サバイバルモードは簡単に言うと、生き残るゲームモードと言えるな。体力や空腹度といったパラメーターが用意されていて、プレイヤーはアイテムや資材を自分で集め、敵と戦わなきゃいけない。当然、体力がなくなれば死んでゲームオーバーだ。難易度によっちゃ復活するけどね。だから、どうやったら生き残れるかって考えながらプレイすると面白いんだな。対して、クリエイティブモードは、その名の通り、何かを作るゲームモードだな。サバイバルモードと違って死なない、不死身、そして4次元ポケットのごとくマイクラで使える全てのブロックや、アイテムが用意されているぜ。それらの数は無限。そういう状況の中で何を作っても良いってわけ。おまけに空も飛べるようになってるからな。建築するときに空を飛べれば便利だし、何よりマイクラのバカ広い世界を好きに探索することも可能だぜ。モードの概要はこんな感じだな。これを元にどうやって遊んでいくかだ。次はサバイバルモードでの楽しみ方を、もう少し詳しく紹介すっと、今さら聞けないマイクラの楽しみ方。サバイバルモード編、冒険、自分で調達した食料を持ち、自分で作った武器を持って冒険に行く。これがマイクラの醍醐味と言ってもいいな。冒険はいいぞ。行った先でレアなアイテムが入手できる。最初は木や石でできた剣とかピッケルで、敵を倒したり採掘したりするんだがな。例えばダイヤモンドっていうレアアイテムを手に入れると、木や石よりはるかに強いダイヤモンドの剣が作れたり、ダイヤモンドでできたピッケルを作れるんだ。敵は倒しやすくなるし、採掘もすごく効率的になるぜ。他にも、ネザーポータルという特殊な建造物を作って、ネザーという地獄のような異世界に行くことができるんだ。例えるなら FPS のブームみたいな世界だな。そこへ行くとさらに強い敵がワンサカいるし、そこにしかないレアなアイテムも入手可能だ。ネザーって世界ではな、溶岩があちこちにあるんだけどよ。なんとな、溶岩の中にお宝があるんだよ。だから溶岩の中にダイブして潜れば見つかるかもしれんぞ。大丈夫大丈夫。少しだけならちょっとやけどするだけだって。嘘ごめんごめん。本当は溶岩に入ると問答無用で焼かれて死ぬので注意してな。もっとワクワクする要素を紹介するとな。マイクラの通常のワールドには何パセンがどこかにあるんだよ。何パセンには宝の地図があるんだぜ。だからワールドのどこかに隠されている宝を探しに行けるぜ。ありったけの有名王、カキアーツー名、失礼しやした失礼しやした。他にもマイクラのワールドには、村人というモブキャラが暮らしている村や、地下に生成される廃坑、砂漠の寺院、海底神殿などなど、あらゆる建造物が作られているから、冒険がマジで楽しくなるぞ。剣一本で挑むも良いし、弓矢を装備していくのも良い。はたまた食料も何も持たずに行くのもありだぜ。全部現地調達すればな。まあ、冒険だけでも色々なやり方があるからやってみてくれよ。今さら聞けないマイクラの楽しみ方。サバイバルモード編、限られた資材でやりくり。サバイバルモードは、クリエイティブモードとは違い、アイテムや資材は自分で集めなきゃいけねえんだ。面倒くせえです。って思うそこのお前、アホいだら言いますよ。考えてみ、自分で木を伐採して、その木で家を作るんだぞ。石で作ることだってできる。自分で作った家で暮らすんだぞ。愛着湧くだろう。完成した時は達成感が出てくるもんだよ。しかも資材は無限じゃないからな。限られている。そんな状況でどうやりくりするのか、それを考えて実行するのが楽しいんだな。資材のやりくりは冒険のきっかけにもなる。どうしても資材が足りない時や、もっと作業を効率化にしたい時だな。今ある資材やアイテムで遠出してな。レアアイテムが手に入れば資材をやりくりする幅が広がる。今より大きい家とか作れるかもしれないぞ。豪邸だって夢じゃねえ。それに最初は木や石でできていた家が、次第に鉄やコンクリート、レンガで作れるようになるかもしれないぞ。ほら、建築の幅が広がるじゃねえか、という感じで楽しめるわけよ。資材集めるのは大変よ。おん、だからその先に達成感や楽しさがあるんだよ。今さら聞けないマイクラの楽しみ方。サ
サバイバルモード編、ラスボスとの死闘。マイクラのサバイバルモードには、ゾンビやスケルトンといった敵が出てくる。そいつらはプレイヤーを倒そうと躍起になって襲いかかってくるぞ。でもマイクラに存在するのはそんな雑魚敵だけじゃないんだ。ラスボスがいるんだよ。それはエンダードラゴンというモブなんだ。こいつアジ、エンドというこれまた特殊な世界に住んでいてな。常に空中を飛んでいるんだ。プレイヤーはそんなエンダードラゴンを倒しに行くこともできる。無論、強い。プレス攻撃はプレイヤーを苦しめるだろうぜ。だから装備をガチガチにまとめた上で、なおかつ強い武器がなきゃきつい。そういった装備を整えるのも大変だし、エンダードラゴンを倒すのも大変だ。でも倒したら大量の経験値が手に入るし、エンダードラゴンを倒した実績も解除される。そしてな、エンドシティに行けるんだ。ではエンドシティとは何ぞや？エンドシティはジ、エンドにある構造物なんだがな、そこには宝箱がある。それだけでもすごいんだけどな、エンドシティの近くにはエンドシップっていう、船の形をした構造物があるんだよ。なんとそこには、エリトラがあるんだな。エリトラはすげえぞ。エリトラは装備品なんだけどな、空を飛ぶことができるんだ。マイクラのサバイバルモードで空が飛べるんだからな。すげえよ、それがあやすきなところに飛んでいけるし、何より短時間で遠くに行ける。それを手に入れるためにエンダードラゴンを倒すようなもんだな。だからな、サバイバルモードにある程度慣れて、なおかつ装備も揃えられるようになったら、エンダードラゴンに挑むと良いぜ。まあ、ジ、エンドに行くための、エンドポータルを探すのがちょいと苦労するんだけどな。今さら聞けないマイクラの楽しみ方。クリエイティブモード編、好きなブロックで想像力爆発。次はクリエイティブモードの楽しみ方について話そうかね。最初に話した通り、死なない不死身状態で全てのアイテムを使うことが可能。だから、サバイバルモードではそうそう手に入らないブロックで、何か作ったりすることが可能だぜ。とにかく、サバイバルモードで発揮できなかった想像力を、爆発させることができる。あとブロックだけじゃなくて、マイクラのワールドに存在するモブたちも、生み出すことができるぜ。生み出すって言い方ちょっと変だな。とにかく出現させることができるぜ。だからマイクラで大都会を作って、そこに村人を住まわせることだって可能だろうな。すんごいでかい水槽に魚とかのモブを泳がせて、水族館だって作れるだろう。それに浮くこともできるから、サバイバルモードと比べると建築がかなり楽なはずだぜ。あとな、マイクラにはレッドストーン回路って言って、レッドストーンというアイテムを利用した機械を作れるんだ。普通はトロッコの発射装置や自動ドアを作るために使うけど、クリエイティブモードなら、そのレッドストーン回路を利用して、電卓やテトリスを作ることだってできるんだぜ。まあ、そこまで作れればもう神の領域だけどな。今さら聞けないマイクラの楽しみ方。クリエイティブモード編、空を飛んで好きなところに、クリエイティブモードでは空を飛ぶことができるぜ。それも結構なスピードが出せるんだ。エリトラよりもな、だから空を飛んでマイクラの世界を観光するのも、楽しみ方の一つだぜ。サバイバルモードだったら移動手段が限られているし、敵も襲ってくれば食料も必要。まあ、それが楽しいんだけどな。でもクリエイティブモードならそこら辺は気にしなくて大丈夫だな。森の中や高い山の中、はたまた海の中にまで行けるぞ。海の中に関してはそうやすやすと行けるところじゃないからな。海に潜って海底にいる魚たちやサンゴ礁を眺めることも可能。どんな世界になっているのか見てみたい？っていう人には、うってつけだな。今さら聞けないマイクラの楽しみ方。複数人でワイワイプレイ。マイクラは Java 版統合版のどちらでも複数人で、マルチプレイすることが可能だな。サバイバルモードなら、みんなで協力して資材を回収し、その資材を使ってみんなで建築することだって可能だ。装備が揃えやみんなで冒険に出かけたり、エンダードラゴンを倒すことだって可能なんだぜ。私がよくやっているのは、役割分担だな。誰かが木を伐採して、別の誰かが建築するっていう感じ、めっちゃ効率的だぜ。もしマイクラにまだ慣れていなくて、近くにマイクラ上級者の人がいるなら、その人と一緒にプレイしてキャリーしてもらうのもあり。あーごめんごめん。キャリーって何がし FPS とかで使う言葉を使っちゃった。まあサポートしてもらえるってことだな。クリエイティブモードなら、みんなででかいものを建築することができるだろうな。城を作ったり、タワーを作ったり、私は4人でレンガでできたホテルを作ってたな。アンコロは楽しかったな。まあ、そのホテルは完成しないで終わったけどな。あ、そうそう。サバイバルモードなら、対戦するのもありじゃないか。それぞれが各地で装備やアイテムを揃えて、揃ったら攻撃を仕掛けに行く。結構いろんな攻防戦ができると思うぞ。まあ、私がやった時は友情が破壊したけどな。ピエン、今さら聞けないマイクラの楽しみ方。こんな楽しみ方も、マイクラの楽しみ方は無限大でいろいろ楽しめるな。ここからは私独自の楽しみ方を紹介しようと思う。マルチプレイ限定だけどあしからず、まず何人でも良いからプレイする。そして、私ちょっと遠出してくる、と言ってみんなとは離れる。弓矢を装備、遠くから別プレイヤーを狙撃、すると射抜かれた人はな。何スケルトン？っていうリアクションをするはず。そしたら知らんふりだ。どうした？
ってすっとぼけろ。それを繰り返す。ああ楽しいんじゃ。ただ注意しなきゃいけないのは、絶対に倒しちゃいけないんだ。倒したらログが出るからバレるぞ。これがまあ楽しい。私の場合はレンガホテルを作っている最中にそれをやって、犯人探しになり、結局わからないまま、みんなで対戦することになったんだ。結果は、まあわかるな。ということで私のマイクラの楽しみ方の紹介だったぜ。ということで初心者はこれらを元にマイクラを楽しんでよ。他にもマイクラの別の楽しみ方を知っている人がいたら、コメント欄に書いてってくれよな。語れるなら語ろうや。特にない人は、いつも入っている風呂の温度でも書いてって。じゃあ私は寝るわ。また別の動画で会おうぜ。それじゃあバイバイ。ご視聴ありがとうございました。この動画がいいと思ったら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。次回の動画もまた見てね。